ちらを立てればこちらが立たず。産経新聞2022年12月15日連合会長許容できない国民の連立政権入り。連合は労働組合労組、正式名称日本労働組合総連合会。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織なんですね。連合は1989年に結成された日本の労働組合のナショナルセンター。万国の労働者よ団結せよってカール・マルクソが言ったでしょ。マルクソさんの本名はモルデカイ。自由なおそうめん屋の会員で底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんって分析したらしっくりきました。自由なおそうめん屋って呼んでるのは自由フリーおそうめんメイソン、言葉遊びなんですけど、後々これもズバリそのまま言うと面倒なことになる時代が来るんちゃうかなと思っておそうめんって呼んでます。玉金率いる国民民主は角丸枝野が作った極左中の極左、立憲と同じ組織やったんですね。あの悪夢の、いやいや現実地獄やってはんの民主政権の民主。民主の連中って労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中やったんですけど、困るよね連日組まれたらね。記事によりますと、連合の会長吉野さんは15日の記者会見で、国民民主が自民公明両党の連立政権に加わるとの見方を否定した。次から次へと厄介なことが起こるよね。立憲民主と国民民主が仲良してもらわなあかんのにな。会長の吉野さんは今の段階では連立政権参加を許容できないと述べた。自民が公明との連立政権に国民を加える案を検討しているとの一部報道に関連し答えた。何さらしてけつかんねんっていう感じやんやろな。国民にとって、日本国民にとってではなく国民民主にとって連合は最大の支援組織、赤くて酸っぱい支援組織。国民民主の幹事長新馬克也から誤報だと連絡が来たことを明かし、関係者すべてが否定しており、それを受け止めたいと強調。あ、揉めさせるために言うたんやろな。民主はあかんでっていうことを言えるのでありがたいネタやな。で、会長の吉野さんは、立憲民主国民両党は連携方針を確認しているとして、来春の、来年春の統一地方を選ぶやつや、将来の国政選の挙では協力していく考えを示した。これはね、システム上のお話ですが、立憲民主と国民民主は離れたらあかん関係なんですよ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですが、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？なんでこんなんがチヤホヤされてんの？って思ったんです。その時の責任者の方が、トップの方が、定年後、友さんの党員として生きる宣言をした。友さんは共産です。日本共産党や中国共産党は同じ組織なんですね。世界各国の友さんの党は、友さんは共産。コミテル国際共産党第三インターナショナルの一支部同士なんですよ。コミテルは、コミンのテルンが正式名称なんですが、真ん中に余計なのを挟んでます。コミンのテルン。を作ったのはレニンのおっさんなんですけど、マルクソレニン主義ふんまわれーって伸ばすおっさん。大きい核の命がロシロシで行われましたよね。ロシロシ核の命、あれが成功してレニンのおっさんが第三インターナショナルとして独立させたんですね。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行ったとざっくり理解していいと思う。で、社会の窓主義インターナショナルは資本主義国においての嫌がらせ団体。国壊しを目的としとるやんかってやったんですけど、昔王室があって、王室なくなって共和国制になっていったでしょ。それは第二インターナショナルの連中がそこら辺くちゃくちゃにしてボロボロにして、共和国になっていったんですけど、そこの国の人たちは、プロレタリアート独裁なる貧乏人の独裁政治を望んで、俺たちは搾取されてんねんやー言うて、
資本家はあこう言って大暴れしたんですね。日本で労働組合ができた時、オルガナイザーっていうやつらを送り込んで、ちょっとこわもてのおっさんとか兄ちゃんとか会社に入り込んで、わしらが面倒見たのやないかい、労組ができて、労働組合ができて、社長宅にクソ投げ、蛇投げとかしとってんで。私たち日本国民の感覚では太刀打ちできないことが世の中で起こってんねんけど、資本社会ともさん、この3つの主義、世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるために作ってるよな、やったんですね。で、資本だけが自由に楽しく生きられて、社会ともさんになってしもたところは、必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。恐怖を与えられて恐怖政治、指令によって動かないといけなくなってしまうので、指令によって近づいてきた人たちと会話しなかったらいいんですよ。この世の中、あちらこちらに、石化工作員いうのがいまして、昔、石化工作員って呼んでたみたいで、石化っていうのは、思想を赤く染めること、赤く化けるって書くんですけど、思想をトムさんの主義に変えることなんですね。工作員がやってることって、洗脳オルグ罹患工作。オルグっていうのは、仲間に引き入れて、構成員にしていくことで、罹患工作っていうのは、仲違いさせたり、喧嘩させたり、そこら辺を揉めさせること、やりやがんね、癖の、もんとして。えらい仲良くしてんなと思ったら急に揉め出したり、その揉め事に引きずり込もうとしてんのちゃうやろかとか思って観察してると面白いよ。赤くて酸っぱい連中の大元って身内に厳しくて、任務が遂行できへんかったら自己批判に応えろなんて意味不明なこと言われてボコボコにされてしまうのよ。自己批判トレビアンボコボコに痛い痛いっていう儀式に持ち込まれはんねん。左の翼の勢力の人たちが自己批判なんて塩らしいことするわけないって思われる方多いと思いますが、あいつらが使っている日本語の意味、ちょっと異なるんですよ。ドイツ語とか、ロシロシの言葉を日本語に当てはめとるから、けったいな日本語使いになりはんねん。とにかく自己批判という名の、チリンチリンやねん。チリンチリンって何やねんと思われた方は、チリン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 って何遍も言ってみて、後にわかるから。昔よくツイッターで、顔中ボコボコ青タン内出血血も出てる、えらい顔変わってるっていう写真が載ってたりすんねんけど、載せてたりすんねんけど、こんなんなりましたっていう同情を引きたいのか、これを上げて恐怖を煽りたいのか分かれへんねんけど、これ自己批判ちゃうのって見てました。赤くて酸っぱい勢力の人たち、工作員みたいなことやらされてる人たちって恐怖で支配されてるので、知らん顔推奨ですよ。省エネ対処法、知らん顔しといたら、使えないやつ、任務が遂行できなかったら、自己批判に応えろ。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですね。敗戦国やし、活動家の連中は中の国で行われているぐるぐる問題や、シャーベットみたいな名前のところで行われている気の毒な問題を浮上させて、私たち日本国民に抗議させようとしてんねんけど、トモさん国ってそういうことする国やね。政治活動家がやってることって巻き込ませ統一戦線工作ちゃうのって冷ややかに見てる方がええで。私たち日本国民が守るべきものは他の国の人たちではなくて、日米同盟と資本主義。ホングコングの次はタイの湾で、次は日本やから一緒に立ち上がって抗議しましょうやっとるけど、私は巻き込ませるなよな、うっとうしいと思って見てない。中には自分もできることないかなと思って、デモに参加したり、集いに行ったりするんやろけど、あかんで。そんなもんに時間使っている暇があったら、もっと楽しいことに時間使いなさい。日本はタイの湾併合しておりましたが、今現在のタイの湾は国民の党が入り込んでる時点でアウトなんですね。日本は中の国と戦いましたが、今現在のトムさんと戦ったのではなく、タイの湾に逃げ込んだとされる国民の党と戦ったんですね。国民の党の省の解析と孫の分は、自由なおそうめん屋の高級幹部やったんですね。で、中の国を仕切ってた時、トムさんを容認する政策を取ったんですよ。なぜならば、省の解析さん&国民の党は、コミテルの支援を受けていたん。トモさんと戦って負けたふりして、タイの湾に逃げ込んだいう形をとって、タイの湾の人たち、牛耳って、後に日本を巻き込んで、戦争しますさーっていう計画、ちゃうの。
内に入ってらっしゃる方、抜けられるもんやったら抜けた方がええで、会費無駄やでって思うんですけど、国民民主与党に入ろうとしてるけど、また邪魔されるから、どうなるんでしょうね。こうご期待。